富山地方鉄道14,790系電車は、かつて、富山地方鉄道に在籍した電車の位置形式である。1955年10月に、富山地方鉄道初のカルダン駆動電車として、日本車両製造東京支店で制御電動車である、模波14,771及び制御車である、区波171の計2両が製造された。 後年、後日の事情により14,790型と解消、解板された。電動車の形式名は、定格出力 110kW の主電動機を搭載することによるもので、主電動機1機あたりの馬力値を形式番号の100の位以上に不番する、富山地方鉄道独特の命名規則に従っている。本形式は、以後の同社において九百六十年代まで、 装備された一連の自社発注カルダン社群のプロトタイプともなった。のみならず、日本の地方私鉄としては極めて早期のカルダン駆動車導入例であり、日本の 1067mm 鉄道路線における実用的な高出力カルダン社の線区としても特筆に値するものである。富山地方鉄道は、富山県内各施鉄等の戦時統合で1943年に、 成立した企業であるが、その鉄道路線網の大部分は、富山市から、宇奈月温泉に至る、本線を中核として、富山県東部に広がる直流線500、ボルト電閣間で占められている。戦後復興が進展し、宇奈月や立山への観光開発が交流しつつあった1950年代前半、時点でも、本線系統では、9、 富山電気鉄道をはじめとする合併各社出自の主従雑多な戦前制定出力車が主力として混用されている状況にあった。見るべき性能の車両としては1948年製の運輸省企画系電車である14,750型が最新型としてわずかに存在するのみであった。富山地方鉄道成立に至るまでに大きな役割を果たし、 当時同社の会長の地位にあった佐伯宗義はこのような状況下でも裏日本は表日本に卑下するのではなく表日本と同一かそれ以上の設備をするべきだという持論を持っていたとされその意向を受けて担当各部門では最新の電鉄技術の研究が進められていたこうして世相の安定に伴う建山の観光開発と連動する形で画期的な 新型車の製造が1955年春に決定された。従来、富山地方鉄道では、富山電気鉄道時代からの取引もあり、車体や台車は日本車両製造、電装品は東洋電気製造に発注されていたが、本形式の計画中には、変電所設備でやはり、富山電気鉄道時代より取引のあった、三菱電機も電装品受注に向けて、 強力に営業活動を展開し、東洋電気製造との間で熾烈な受注競争が繰り広げられたという。だが、1955年の時点では三菱電機は未だ 2067mm 期間の鉄道で実用可能な出力が得られる WN 駆動方式に対応する電動機及びその次手を完成していなかった。このため、主電動機とその駆動システム、 それに制御機については、当時すでに南海1万1 0 0型において、狂気での 75kW 級電動機による、中空軸平行、カルダン駆動方式を実用化していた、東洋電気製造に軍配が上がった。もっとも、ブレーキについては、ウェスティングハウスやブレーキ車との長い技術提携の、歴史を持ち、また、A 弾300電車などで最新の電空動機、 ブレーキシステムの実績を残しつつあった三菱電機の電空併用自動空気ブレーキシステムが採用された。このように最新の機器を搭載し、また車体の徹底的な軽量化を実施した本形式は最高速度時速 100km で電鉄富山うなずき温泉間を50分で走破可能とする画期的な高性能車として完成した。 登場当時の14,790系、アマドイチの高い張り上げ屋根と窓の上下に補強体が露出しない、ノーシルノーヘッダー構造による平滑な外反を備え、幅 1,200mm、高さ 850mm の広窓を、飛ぶ黒窓を含むすべての側窓に採用した窓配置 D1D4DD のゆったりとした外観の 18m 級に扉車体である。 客用扉は 1100mm 幅の片引き戸で、乗務員扉が、富山電気鉄道以来の伝統に従い、引き戸となっているのも本形式の特徴である。高性能車の試作導入としての性格が強く、将来的に2両共に、電動車化する計画があったことから、制御車である、区波171についても、車体設計が模波14,771と同一とされ、 車体の両端に運転台を備える、両運転台構造となっている。つま面は、非貫通構造の3枚窓構成で、中央上部に白熱灯による全消灯を一気、搭載する。なお、本形式は、各車間の通行を可能とする貫通路を設置しない、非貫通車であるが、将来の貫通路設置を念頭に置いたレイアウト、構造として設計されている。 もっとも本形式の貫通路設置改造は最後まで実現しなかった。通風機は押し込め式のものが屋根状に2列で5機ずつ、計10機搭載されており、区波171についても、電装準備の関係で、パンタグラフ搭載位置を避けた、もは14,771と同一の配置となっている。車体構造は主要な強度部材の一部を、高校張力鋼とし、また、 プレス材を多用する順調格構造とすることで、車体の大幅な軽量化を目指し、台車や手電動機をはじめとする、各種機器の軽量化と相まって、従来構造による在来車と比較して5トン以上の軽量化を実現した。車内設備は、座席指定特急に使用することが計画されていたこともあり、扉間が窓配置に合わせた、シートピッチの固定クロスシート、車タンが、 主電動機転圏外との干渉を避ける意味もあって、通常のロングシートとされた。天井には2列のグローブ入り蛍光灯が設置され、その中央には6機の首振り式扇風機が設置されている。外部塗装は当初、上半分を赤みがかった、ベージュ、下半分をマルーンとする当時の富山地方、鉄道標準色であった。なお、新造時には、 通標閉塞が一部区間で存在したことから、運転台側の乗務員扉と、側窓の間に保護金具を取り付け、タブレットキャリアが、側窓に衝突して、ガラス破損が発生するのを防止する構造となっていた。設計段階では、日本最大の狂気向け電車用中空軸平行、カルダンモーターである、東洋電気製造 TDK-803A を、電動車の 拡大車に2機ずつ走過する。波数比は高速運転を考慮して84、15、イコール5.60とされている。当時の日本の私鉄各社では、狂気鉄道を中心に、すべての車両に低出力の電動機を搭載する全電動車方式が一般的に採用されていたが、本形式では、カルダンつぎ手の長さがバックゲージ寸法に影響されにくい、 中空軸平行カルダンを採用することで、大出力モーターの搭載を実現し、経済的な MT 比1、1での運転を可能としている。最新設計の高性能車であったが、在来車との並結運用にも配慮がなされ、また、自車線の線形についても検討が行われた結果、直列8段、並列7段、弱め回、自3段という主回路構成の電動化無軸式、 自動加速制御機である東洋電気製造 ES-570A が採用された。車輪径 860mm、軸距 2100mm で軸箱の前後にコイルバネを置いて軸箱上部の釣り合い張りで均衡を取る設計の上天秤式軸箱指示機構を備える日本車両製造な 4P を各社に装着する。通常の場合、制御車用台車は 電動車用とは異なり主電動機士時化が不要で構造を違えてあるのが一般的であるが本形式では使用実績を見て区波171を伝送する計画であったことから台車についてももは14771と完全に共通設計とされているこの台車は軸箱支持機構などについて国鉄が設計した 国鉄 DT20 経代車との共通点が多く、1953年の KO2700 系電車を初採用例とする。構造面では、その特徴的な軸箱支持機構のほかに、高校長力校のプレス成形材を溶接組み立てした軽量設計を特徴とするが、車体シリンダー式ブレーキを踏襲したことから、ブレーキワークの取り回しのために、 側枠形状に制約があった DT20 とは異なり、中軽部を併用し、ブレーキを台車シリンダー式としたことで側枠を無理なく設計した。この台車は、カルダン台車としても成功策となり、続く14,780型や、近隣の長野電鉄2000系電車にも採用された。また、起動車の上層つくば鉄道基ハ四万二千に及び、基ハ四万八千型にも、 主電動機支持架部分を設計変更して、機動車用の逆転機を増加するようにしたな 4D が採用されるなど、この系統の台車は、同時期に日本車両製造東京支店が、私鉄各社に供給した車両に多用されている。自動空気ブレーキを備える14,750、型などの在来車との並結運用が想定されていた、ことから、従来より採用されてきた。 英動差弁に中継弁を併用して、ブレーキ力を強化し、さらに主制御機と同期して、ブレーキ弁操作で発電ブレーキの指令が可能な ARD ブレーキが採用された。もっとも、これは高性能車の順次投入で、在来車との並結の必要性が低下し、さらに在来車についても、並結相手となる14,750型が1962年に、 HSC ブレーキへの改造を実施されたこともあり、本形式についても HSC、D 電磁直通ブレーキへの改造が実施されている。登場当時はモハとクハで一編成を構成していたが、本系列の実績に基づいて、当初から二両固定編成として設計された14,780系の増備で、一編成として運用する必要が薄れ、 さらに乗客像で増結用電動車のニーズが増えたことから当初の計画通り1958年12月に日本車両製造東京支店でクハ171が伝送されもは14,772となった機器類はもは14,771と同一とされており取扱いには相違がない 富山地方鉄道でのカルダン駆動車では本形式が唯一の両運転台車であり、増欠用のみならず、増欠用区派を連結して2両編成以上の運用に充当されることもあった。また、炭鉱運用では換算機のアルペン特急に炭鉱で使用されたこともある。特別料金を徴収する特急列車の炭鉱運転は、他社でもほとんど例がなく、大変希少な例である。 1964年の1 2 0系、第二次車で塗装が変更され、窓周りダブグレー、倉庫に進化シャレットの細体、マクイタブとコシ部タブをオパールホワイトとした新塗色が採用されたことから、在来車もカルダン車を中心に、この新塗装への塗り替えが実施されることとなり、本形式も定期検査の機会を捉えて、塗装変更が実施されている。 1981年に14,790型も、は14,791.14792に形式番号が変更された。これは14,760系の増備に伴うもので、14,760系の第5編成は番号重複を避けても、 四千14,769もは14,760という変則的な不満となっていた。しかし、14,760系、第6編成を新造するにあたってはどうしても14,770番台の、車番となるため、本形式の形式変更となったものである。同時にも 14, は14,760はもは14,770に改版されている。 比例棒の固定クロスシート車であることから、14,760系の増備が進むと特急での使用頻度は激減した。もっとも、電源の確保などの問題から冷房化は困難であり、最後まで比例棒車として運用されている。更新後のもは14,791、1985年には、もは14,791に更新工事が施行された。 前照灯は二灯式シールドビームに変更され、側面窓はユニットサッシ二眼窓となり、若干イメージが変わった。また、台車を日本車両製造 ND706 に変更し、これに伴い車体の枕両部分の設計が変更され、従来設置されていた心皿用、センターピンの代わりに Z リンク式牽引装置が設置され、さらに側受けを撤去した上で、 ダイアフラム型空気バネを支持するための支持座が大枠下方に突き出すように取り付けられている。この ND706 は日本車両製造が1980年に試作し名古屋鉄道 7700K7714 で使用された ND701 を基礎とする円錐積層ゴムを軸箱支持機構に採用した一連の日本車両製造製空気バネ。 ボルスタレス台車シリーズの一つである。この時期には、大手私鉄でもボルスタレス台車の採用例は、まだ少なく、またこれらのシリーズの成果を受けて開発された、国鉄 DT50 系台車の初回製造分と、ほぼ同タイミングでの採用であった点で特筆される。更新後のもは14,792もは14,792は1989年に更新された。 この時、正面は3枚窓から2枚窓に変更。側面扉配置は乗務員室の直後に、客用ドアがある形態となり、側面窓はユニットサッシ2段窓化。車体裾部分も直線になるなど、更新前と比較すると大幅に外観が変わった。ロングシートは、戸袋部分に変更された。ただし、こちらは、台車が交換されず、最後まで、ナ 4P のままであった。 1995年6月にモハ14,791が廃車となり、モハ14,792も1997年3月に廃車され、形式消滅となった。ありがとうございます。